おはようさん、こんにちは、こんばんは。アラフィフでございます。フォールアウト 3GOTY 続きをやっていきたいと思います。これは農場ですな。現在、前回の、終わった地点におりますけども、農場ですね。名前はついておらないようですね。におります。はい。これを東に向かうと2つほど、何かがあるということなんですが、何があるんでしょうね。こちら北はね、あんまり行くともうこれ行き止まりまでもうすぐ行ってしまうぐらいのところまで来ておりますな。あ、月が綺麗ですな。月がとっても綺麗です。はい。月がとても青いから遠回りして帰ろうとかね。スキャニング、サー。お、スキャン中。お、なんか見えてきましたで。うん、ボルト92。うん、ボルト92。入り口はどこ？ここか。持ち物どうなってる？持ち物は ちょい重いかな。一回飛んで帰るか。ボルト92な。行くぞ俺は。行くんやけど、ここやね。よっしゃ。ほなら、まずは発見したからメガトンに飛んで荷物を軽くしてからにしようかね。なんか6でもないところっぽい気もするけども。92やな。ちょっと後で行きましょう。よし。じゃあ、ん？ジャンプ。操作難しいわ。入る。で、いらんものをまずは、コンバットショットガンはいるやろ。ハンティングロックイットランチャー、このままいるもばっかりやな。ビジネスウェア置いといた。これ売り物や。ビールは、ビール冷蔵庫に入れとくか。ビール、綺麗な水たくさん持ってるな。まあいいや。レーダーマバッドランド売るし、バファウッド売ってもええんやけどな。まあこの辺売ったろうかな。もうね、一回ね、シュガーボーム置いとかなあかんな。キャップたくさん持っとるね。オートバイのブレーキペイントが、うん、こんなとこではあるな。お前は何持ってる？ストレージモジュール受け取って、これね。そしたらまずは合わせられるもんを合わせたいけども、
あとはじゃあ動いちゃった。ハンティングライフル、これ無理。ミニガンだね。よいしょ。でこれで置いて、サブマシンガン置いて、アサルトこの辺置いて、置いといて、置いといて、ハンティングライフルの悪い方置いとくやろ。ミニガン置いとくな。ソードオフも置いといたやろ。こんなもんやな。でこれ売り物にしたらええから、レザーアーマーも売ったらええからな、これでよ。よっしゃ、これで売りに行きましょうかね。 OK。 あ、時間がどうなってる。あ、いけるね。余裕のよっちゃんの時間。よし、まず上の廃棄部品持ってたかどうかちょっと分からんけども、廃棄部品のおっちゃんのところに行って廃棄部品を。 What are you looking? What do you need? ほい、oh. はいはい、今持ってなかったと。 OK。 でモイラのところで売ろうかな。ほい、ジャンク。Hey, don't mind the smell. Do I? ああ、これはもう買ったな。売り物を見せてほしいにして、キャップはたくさん持っとるから、武器はええねな。これやろ。これやろ。これやろ。で、バッファウト打って、ジェット打って、メッド X 打って、メントスロで、ちょっと打っとこかな。2個3つ、チューブ、こんなもんかな。ほい、オッケーオッケー。グッドハンティング。修理できるようなもの、あ、ロッキットランチャー直してもらおうかな。あとこれとデスクローガントレットちょっと直しとくか。直しとけ。まあ、ちょっと金はいったけども。オッケーな。よっしゃ、これでいこう。違うよ。軍曹、邪魔だで。よし。ちゃうちゃうちゃう。よし。で、行き先はこっちの方のここボルト92。あ、一応しゃがんで装備して帽子で、でこれから行こう。よし、ボルトの90。結構危険なとこのような気がする。行っていいものかどうかもちょっとわからないしね。軍曹は一瞬シルエットで怖いです。さあ、ハイボルトやね。廃墟になったボルト、壊れたボルト、明かりつけちゃいますと。エナジーセル、レーザーピストル、エナジーセル、血液パック、核分裂バッテリーはさすがにちょっと重すぎますな。エナジーセルは持っとくぞ。おいおい、この辺はありがたいね。はい、ないいね、いきなりいいね。お、何かが落ちてますけども、戦前の方かな。これは取っとかなかな。コンダクターはまだいいか。これメモ、so far, the experiment is
going exactly as planned. We're subjecting the residents to screaming and noise, regular intervals through the loudspeaker system. Using the あ、これは音楽のところかな。音で、音の実験のボルトやな、多分。まあ、後々にクエストで来ることになるっちゃなるんやけど、なんすか、ブロードフライですな。あの、依頼受けてからね、来た方がいいっちゃいいんだけどね。あ、閉まるんだ。生きてるんだ、このボルト。開いた開くんかい、まだか、開く、開くな。こんな感じになってるのか、ボルトの開け方。なるほどね。オッケー。ここ入れへんね。ライトはつけとかんとあかんな、やっぱりな。で、こちらには何もない。何もないね。敵がどれだけいるかわかんない。と。え、罠ですか。俺は一体何に引っかかったんだ。今地雷か、グレネードブーケか、なんや、まあ、とにかく罠的なものに引っかかったのは確かやな。あ、ロックされてって、消えるのはいける、開けられる、開ける。あ、地雷だわ。かなんな、大丈夫ね。下を見ながら行かなあかんじゃん。何かが言ってる？コーション？ブロードフライやったな、でもな。まあ、こいつら飛んどるから地雷に引っかからへんもんな、よく考えたらな。よし。なんすか、こっちは。お、なんか区画がちょっと違うな。その前に、なら、こう区画変わるから、変わらへんところをまず見といた方がいいのかね。落ちてへんね。はい、扉、あ、これ普通やな。で、こっちはええとして、下見ながら行かんとあかんのがちょっと面倒いっちゃ面倒やな。ここにもある、大丈夫。なんでしゃろか、なんちゅうことも罠すか。 OK、 何のトリップはこれか。ほい、ショットガントラップ。どんだけ仕掛けとんやん。よし、コンバットショットガン、こうやな、これで直ったと。Sir, I am on the lookout. 地雷はなさそう。 OK、 なんか落ちてる。なんやこれ、フィードバックループ。うん、
とメモかな、いいかこいつを呼んだら消去するんだ、何イントラボルトメールに、記録が残るのはまずい。コントロールパネルはハッキングできるか、できるならノイズフラッシュ機能を使ってクレイジーどもを脅かしてやれ。私もその手でこの2日間生き延びてきたが、奴らに感づかれつつある。覚悟を決めてボルトの扉を試してみるしかない。それが最後のチャンスだ。以上メモですね。このお方のメモ、ほら、OK、地雷がありますわな。ちょっと要所要所にな。これぐらいでどうよ。あかんかった。ヘアピンもちゃう。こっちか。お、結構タイト。ほい。ほい。これは何もない。落としてへんな。ブロードフライか、やっぱり。また敵のマークがついてるけども。ブロードフライっぽいか。ちょっとこっちの方の扉の方から行ってみましょうかの。骸骨踏んづけて。すまへんな。サウンドテスト。サウンドテストね。ちょっとまあ置いとこうか、ほなな。で、こちらは、わ、何にもない。案外何にもないボルトな感じやな。で、敵がいそうなのはどっちかな。こっち、こっち見てみようかな。ターゲット探索検索中。これは3、あ、居住区か。これは居住エリア、まあ、ここがエントランスホールみたいな感じになるのかね。ロッカーは空ですよ、空ですよ、空ばっかり。ここはもうあまり何もない場所になるのかな。ということは居住区かサウンドですか。なるのね。先だね。弾がちょっと減ってきたぞ。ハンティングライフル、ハンティングライフルしとる。弾たくさんあるな。上かこれ。居住エリアなのかな。どうなっちゃうの。これ普通に扉。あ、ボルトの上、上層部、上階部になるな。はあ、はあ、おもちゃの車な。なんか綺麗に整理されたボルトやね、ほんまに。中がね、ほぼなんもなしや。こんなボルトも珍しいかな。こんだけ何もないのね。ちょっと、なんか落ちてます？ブロードフライさん？別にこの辺はええな。ロックされている扉。こじ開けるのは嫌よ。
違う。ヘアピンをだいぶ無駄にしとんな。あ、釣れてる。どっちや。こうか。オッケー、開いた。ロックされているぞ。これまた難しそうね。なんとか頑張ってみますわな。ほとんどないぞ。ほとんどない、ほぼない。1個かい。まだ1個目か。これは多分ノーマルクラスの難易度の場所やな。ディフィーティング、ダメ、 ING じゃねえ。セクリューションちゃう。やってみよう。あ、開いた。開いちゃったよ。メール、はあ、はあ、読めんわ。ああ、日本語になった。ヘッドホンと個人向けオーディオ機器の在庫を居住者に開放する許可を要請するのはこれで5度目だぞ。居住者はスタジオでしか自分の好きな音楽を聴けないなんて不公平じゃないか。彼らが自分のベッドでリラックスしながら音楽を楽しめるような装置なら山ほど在庫がある。何が隠された事情がある、何か隠された事情があるなら教えてくれ。これ実験やでね。ここね、音楽を使って人を何かしようという実験のね、ボルトやからね。ボルト売店でいちごプリンの売り出しを開始した。価格は10ワーククレジット。限定品のため急がないと完売は必至だ。いちごプリン美味しそうやね。メールを読んだが、どうやら取引成立だな。話し合いで決めた、武器と交換に君がリストアップしたものを全て与えよう。このボルトの状況はさらに悪化している。住民の約半数が正気を失った。だから準備しとかないとな。銃は金庫にしまっておくから心配ない。そこから足がついて君の、武将が疑われることはないはずだ。というわけで施錠を開けましたと。これ靴。お、エナジーセル10ミリの弾、これか。これが開いたっちゅうこっちゃ。はいはい、ほんほんほん。308の弾、スナイパーライフル用やね。マグナムの弾、10ミリピストル、汚れた2000の方法、レーザーピストル2丁、メッド X、ラッド X、方法、まあまあ、いい見入りでございますね。レーザーピストル、ヒット、ヒッ、これでだいぶ直った。これは、あ、何も入ってへんやんじゃん。お皿か。ロッキットランチャー、どこや？ロッキットランチャーはどこ？スキャニング、こっちか。あれ？こう。ここ。あ、ここ。リロードで。何をリロード、皿。白い皿。これでいいです。ロッキットランチャーの弾になってもらいましょう。マイクロフュージョンセル、エナジー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 セル、 OK ね。で何もなしやね。 OK は、まあまあまあ悪くない。ミリーやったな。これは油格子をクリーナー、どんな洗剤なのか。ガラスピッチャーね。んで、こっちは何かいなと。
ほうほう。監督官。いきなり監督官オフィス。これはもう閉まってたから、後ろから押されてる気がしたけど、押されてなかったな。下でございますね。ベリーイージーは、ちょっと違う。こっち、あっちゃう、この辺か。 OK。 ほうほう。で、扉開けよう。ウイスキーワインいりません。タバコのパックか、パックにはいらんな。このロッカーは入っとらんし、こっちはないし、ここもレザーベルトは一応取っとこうか。たまにもなるしな、いざとなったらな。で、監督官の部屋、あ、これなんや、マウレス教授の音声ログ。よいしょ。これの、これね、最新データを少々元気づけられている。被験者の 33% が、この状況で被験者の暗示と洗脳を施せることをほぼ確信している。耳を変えたり、髪を直すといった何気ない仕草を影響下にある被験者に刷り込んで成果を測定し始めた。現時点ではこの洗脳技術の成功率が 100% と報告できる満足という洗脳実験ね。ここの監督官の指導のもとに、教授がやっとるということですよな。あんまりよろしくないことをしとるわね。よし。あ、これ監督官の部屋だね。ここまた音声録音。はい。まあ、一応ここに出てるんで読んでください。弾、いろいろと大変なことにはなっとるようで、すみませんね。ステルスボール。という感じですね。で、これを開けると、エントリードアーあと英語指示通りホワイトノイズの放送機器をサウンドブースから再ルート化してボルトのスピーカーシステムに直接接続した。ボルトテック極秘計画、ホワイトノイズ精神的暗示戦闘実験。ああ、凶暴化させる実験しとんのよな、こいつ。いや、悪いことしとんな。被験者に植え付けられた戦闘暗示は極めて強力かつ持続的で実に素晴らしい。上官の命令に絶対に背かない兵たちが、弾丸を20発以上食らいながら戦い続ける。クレイジーだね。これはひどいな。マレウスが言っている、確かに数名の死者が出ている。一歩下がったら二歩進む場合、ボルトの者たちがクレイジーと呼んでいる。延長制圧するのはたやすい。失敗やな。例のコマンドがクレイジーたちに効かなくなっている。何が起きたかわからない。とにかく事態は収拾がつかなくなりつつある。すぐに手を打たないと恐ろしい暴動に発展する。マレウスは住民たちを先導して決起させている。残念ながらボルトテック社が私に与えた情報を行使し、マレウスを始末するしかない。惜しい人材だが、いうこと聞かへんなとるちこっちゃね。マレウスというね、先生がね、まあまあろくでもないっすな、相変わらずボルトはな。
これ監督官の部屋やね、完全にね。で、こちらもね、ロッカーは何も入っとらん、入っとらん。コンダクターあんまええやろ。しゃ、んで、ここから来て、おお、こんなもんやな、ここはな。監督官エリアは終了やと思いますね。全部開けて回ったね。OK ね。で、監督官エリア終わったんで、これがエントランスエリアと。で、これを下っていくと元のとこに戻る。サウンドテストに行くのか、居住区に行くのか。サウンドテストに行ってみようかな。どっちがどっちやったかな。こちらはない。帰り道かな、あ、来た道かな。こちらがサウンドテスト。 OK。 ここが非常によろしくないところだよね。まずこの階、嫌なものがいてます。やっぱ強っ。ちゃうちゃうちゃう、取って、入れる邪魔。よし、カブトガニやね、この感じはね。緑の皿、マグカップ、この辺が玉やね。玉にしよう。バグカップ、ビリヤードボール、オッケー。ミレルークかよ、ここ結構強い。顔に当てればね、顔に当てればね、結構ダメージ出せるんですよ。強いです。ハハ、取った取った。ちょっと見れる。ちょっとじゃ、ちょっと邪魔ね。はい、どいておいてね。ボール、皿、マグ。まあほとんど同じようなもんばっかりやけどな、飛ばすのがな。オッケー。ここはなんか戦前の本があるのか。あった。これはない、汚れた本か。ないことはないもんやね。これにはどうも戦争文字もいらないな今とかな。レールスパイク、これは後でまた作る武器の弾、武器部品もらう。あ、ブリキか、まあええか、また拾えっちゃろう。ツールキャブ、プランジャー、これ飛ばすのに面白いかもしれんな。プランジャーを、はい、で、カップ、カップ、これね。パイロットランプはいいわな。からですか、からやね。この辺に何か、掃除機、これはまあいいか。
まあ、いやな。こんなとこの感じかな。なんもないね。持ってないね。はい。こういうの持ってないね。OK です。この辺は OK な。入れるループやな。正面向いてね、戦いを挑んできてりゃそれなりに。お、顔面。これ弱点は顔面。強すぎ。皿が。おお。ちょっと邪魔やぞ。よし。あ、プランジャーが飛んだのね。これな。で、さらやな。はい。おもろい。OK。いわゆる、まあ、人によってはすっぽんというやつや。トイレの掃除用のカップやね。ラバーカップというか。スライドやけど、これ何も見られへんな。ゲームによっちゃこのスライドがね、いろいろ見られたりするものもありますけども。コンバットアーマー、これはメタルアーマーよりは軽いアーマーやとは思うけども、重量軽いね。防御力がちょっと差があるから、まあメタルでいいか、とりあえず今はな。これは動かない。これまたマリウス。マリウスの目はそれは凶暴化してるやろな。実験失敗しとるもんな、どう考えても。これは何なんじゃ、ここ何もないのか。別にこの部屋は別に何もなさそうね。よし。OK。入れるループやった。ここ、ここ見た？見たな。見てない。ちょっと待って。ちょっと待ってしたら。さっき見てまなんと。潰れてる。これ今の部屋の逆かは、まあ、回ってきただけか。だね。これ見たとこやな。ちょっとルンソごめんよ。ボルト92へ続くと、ここやっぱりここやな。戦前の方、スティムパック、ゾイハマースタインの日記、ゾイの思い、才能ある人たちに囲まれて嬉しいわ、私みたいなちっぽけで、ろくにバイオリンも弾けないおバカさんが世界の名だたるミュージシャンと同じ場所に座っている。自分の幸運が信じられない。今日も感動的だな。まあ音楽のね場所やからね。まあまあ、もっとゾイの思い。最近ずっと気分が優れないの。スタジオで演奏するたびまたもボーっとしちゃう。ああこれえらいことになってきてるね。ね、操られてる。
かゆう馬みたい。ホラーになっとるな。バイオハザードの怪馬みたいなことになっとるね。ここで起こったことはそういうことなんでしょうな。まあまあ人をね、音で操ろうなんてね、ひどいことですわ。これで一回りしたか。ここはもうここからは行け、他にまだ行ける場所があるんやろうな。これはもう終わったからね、ここ戻るしかないのか。あ、下やな、下があるんだわ。これを忘れてるね。今度は右手から回っていこうか。一応ステルスにしとこう。ぬかコーラ熱く。音楽はね、今ミュートにしてるからね。ロックされてるドアね、一応開けちまおう。いけそう、あ、いけへんか。違うな、こっちか。ほい、もうロックされてる。こっち臭い、折れた。さすがにこの辺はよく折れるね。はい、オッケー。キャップ戦前の方がね、いらない。ステルスボーイはもうな、あと、ない。この辺はいらない。チェリーボムはいらんかな。で、マイクロフュージョンセルが、結構マイクロフュージョンセルが多いね、ここね。エナジーセルとかね、この辺のエネルギー武器系が、の弾が結構多い気がします。ミサイル？ショットガンシェル、はいはい。これステルスボーイ。これジェットかな？ジェット。で、これはサイコか。これちょっと一応部品やな。1個とりあえず。OK ですか。まあまあ、ショットグラスは使えなくはない。スティームパックやな。これはええね。よっしゃ、OK。ちょっと分装を見よう。右手で行くっていうことは右手で行くんですよ。鍵が必要ですね。持っとらんね。どこぞえてね。おお、ハンターか。強いんちゃうんけ。クリッとした。やっぱクリッとするな、顔相手は。邪魔ですよ、ミレルフさん。よし、よし。カニかカブトガニかようわからんの、ほんまに。マグカップ、白い皿。強えわ、やっぱり。ニコテスと、あなた。ニコテスさん、エナジーウェポンが上がりました。はい、はい、マレウス教授の音声メモね。ふっふっと音声ログいただき、信じられないことが判明した。ワンブタの隊員が死ぬ間際に全て語った。監察官の私の知らぬ間に殺人衝動をボルト全住民に流した。悪いな、やっぱりボルトのこのトップは悪いわな。
監督感はとにかく悪いわ。だからね、ボルト101のね、あの監督官、ホトハ、あいつも悪いわ。独裁者やもんな。で、こっち行こう。上がる形になっちゃう。終わったか。あ、これはもうあれな。そしたら真正面か。ここや。これは、あ、これも開けたとこ。これ見たとこやから終わっとるかな。左手、これを見れるとやった。このラインの、あ、これはだから赤いな。オッケーオッケー。開かないですね。次は居住エリアかということはこっちも見たしな。居住エリアを見ていかないか。居住区な。で、急に戻って、まあまあ時間的にもね、どこまで来てそうやから、居住区どっちや、一応居住区の前ぐらいで、ここ、ここやな。じゃあ、ここで終わっておきましょうかね。どうもご視聴ありがとうございました。今回はここまでということにしておきたいと思います。まあ、探索楽しくやってますね。ええ感じやね。でもおもろいね。これ背中にセトロってるのもこの部、あ、確かにな、重火器やわな。でかいもんな。背中と全部つながってるんだね、これね。はい、ロッキットランチャーやっぱり強いですね。これありがたいですな。はい、どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。